お幕城は、新潟県村上市にある、黒松や赤松を主体とした松林。また、その愛称。一部はお幕城森林公園として整備され、お幕城、大池公園を併設する。お幕城は、新潟県村上市塩屋から、岩泉港までの海岸沿いに存在する、約3キロメートル、約175ヘクタールの松原で、関東森林管理局下越森林管理所、 村上司書官かつの国有林に指定されている。もともとは村上藩の遊園降落の場所であり、降落の際に幕を張り巡らしの伊て等が行われたことから、お幕女王と呼ばれるようになった。現在は森林公園として整備されているほか、松原は日本の白車聖章百選に選出されている。園内はそれぞれのコンセプトを持たせた3つのエリアに大別されている。 おまく城の由来ともなっている黒松や赤松の古木に覆われている。毎年5月中旬には地域団体主催の茶会が開催されている。おまく城、大池公園に隣接しており、約3ヘクタールの砂丘湖、大池がある。冬場には千羽を超える琥珀町が飛来する。このほか、遊歩道や古城の水鳥などを観察できる展望台や出島もある。 アズマヤや遊歩道が整備されている。自然観察教育林と森林レクリエーションの場として利用される。昭和50年代後半から松食い虫による被害が目立つようになり、薬剤散布などの保全活動が行われている。ありがとうございます。